どうだい、正吾。見たか、俺のテクニックを。工房、筆を選ばずって言うだろう。お前、ライト何のためにつけるんだ。違うよ。見つけてもらうためじゃない。見つけるためにつけるんだ。お前ら一体何してきたの。レース、楽しいね。晩飯こいつのおごりになったからな。とわり橋は最も海に近いやつだぞ。よく行ったな。軽い軽い。そんな風には見えないけど。お前、補助輪なしに乗れたのっていつだった？そうそう、なんか自分が無敵になったような。わかる、俺もそうだった。
プチマルベイビースペシャル、ハッピーハッピーサマーがやってきた。プチマルベイビースペシャル、ハッピーハッピーサマーがやってきたは、ご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。正吾、どうしたの？いきなり。わかった、プチマルベイビーの特番、テレビでやってることを教えてくれようとしてるのね。ありがとう。でもね、ちゃんとチャンネル合わせ済み。ほら、同じ音を聞こえるでしょ。これってへんてこな未来電話みたいだね。あ、出た、プチポチ、見てる？やっぱプチポチが一番かわいいよ。あの三角おめめが私を惑わすね。え、ショーゴ、でも世間ではクマンバピーがダントツで人気なんだよ。私は納得いかないね。やっぱ私たちって不思議と気が合うね。ショーゴとね、学校で初めて会った時からビビビビーっと来たんだ。信じる？不思議な巡り合わせ。見た？今のギャグ、もうすっごいいいセンス。明日は学校は？ズバリわかった。商業美術市街説。ヨーロッパ48日間の旅プレゼント。じゃ、また会えるね。正吾、元気にやってる？そっちからかけてくるなんて珍しい。かなたちゃんね。
誰かしら。なるみさん家の女の子？北原、覚えがないけど。私、ずっとお昼、カフェで待ってたんだよ。え、タマ？タマと会ってたの？たまたまタマ？明日、私用があるからカフェ行けないよ。デート、正午が夏休みになったら私とデートしてくれるって約束したよ。それで私にもっといいの買ってくれるって言った。そうだよね。本当？やったー！デート、デート！じゃあ今から今日の正午送るね。
見たいな、夢の続き。見れないのかな。本当？どうやったら見れるの？なんとなく、それで？私は夢を現実にしたいよ。うん、したいよ。夢が現実になればいいのに。でも、正午と同じでもいい。現実の続きを夢で見るよ。無理なら夢の続きでもいいよ。見たいな、夢の続き。そうだ、忘れないうちに眠ればまた見れるのかな。うん、じゃあ早寝しなきゃ。おやすみ。